海上自衛隊の潜水艦黒潮が突然南シナ海に姿を現したと大きなニュースになったことをご存知でしょうか。タイミングよくというか、護衛艦加賀とアメリカ海軍が自由の航行作戦の名の下に共同訓練をしていた時に起こったということです。それから3日後、当時の防衛大臣である小野寺御殿氏から発表がありました。内容は、潜水艦が15年以上前から南シナ海で訓練を行っていたこと、護衛艦加賀の下の海底では黒潮が任務遂行中だったこと、しかも黒潮は極秘任務中だったということも明らかにしたのです。こんなことを公表していいのだろうかという思いと、どうして今頃発表したのかという2点が不思議に思えました。実は、この黒潮潜水艦は旧型でした。しかし、旧型でありながら南シナ海まで他国に発見されることなく潜航できたということになります。言うまでもなく、中国海軍の探知網にも引っかからなかったのです。そして、ここぞという日本にとって有利なタイミングで発表というわけです。理由は、中国への抑止効果を狙ったものと推測されます。軍備拡張して技術を誇る中国ですが、我々の潜水艦は見つけられなかったろうと見せつけているようなものでしょうか。しかも、海底にいたのは黒潮だけではなかったようです。そう、流型潜水艦も一隻潜んでいたのではないのかという推理も流れているようですよ。そう、流型潜水艦は最新型ですから、その潜航深度は、当然、旧型の黒潮潜水艦より深いはずです。多分。潜航深度は極秘扱いなのではっきりしませんが、新型の方が深く潜れることは言うまでもありません。流型は、1000メートルは潜れる、いや、せいぜい 500m だろうという意見などもあるそうです。本当の潜航深度は非公開です。試験ですが、800m ではないかと思っています。最新鋭の鵜、竜や闘竜などのリチウムイオン電池を搭載した潜水艦は、深く潜れるのではないかと思うのですが、逆に、機関が変わっても、潜航深度は、そのままで、特に変わりはないのかとも感じています。判断が難しいとしか言いようがありません。とはいえ、そう、流型の次の最新鋭潜水艦では、潜航深度は変わってくると考えられます。通常動力型潜水艦の中でもトップクラスの性能ですし、原潜も超えるスペックを持っているとさえ見込まれているのです。そして、潜水艦の最も重要な性能静粛性は、実質的に世界トップとなるはずです。リチウムイオンを搭載した鵬竜潜水艦の引き渡しの日が近づいているのですが、改めて、この性能を調べていきたいと思います。日本には、数多くの潜水艦があることはご存知でしょう。優秀な艦も多いのですが、中でも鵬竜の出現は、今までの潜水艦の歴史を変えたと言われています。鵬竜は新しい潜水艦で、2018年、平成30年、10月4日に、進水式を終えたばかりです。本格的な活動は、まだまだこれからですが、鵬竜については、日本の忍者が登場したという意見が、多く聞かれました。忍者は、忍者でも、海底の忍者ですね。ちなみに、鵬竜の建造費は660億円です。この金額を見ても、日本政府が、この潜水艦に、どれほど力を注いで建造されたのかが、はっきりとわかりますね。
この雨竜型潜水艦の出現は、どのような意味を持つのでしょう。第一に、高性能な潜水艦は、自国というより、むしろ、他国への脅威になりうると思われます。簡単に言えば、日本の周辺国、中国、韓国、ロシア、北朝鮮他からすれば、非常に目障りなものと感じるはずです。そう感じる理由ですが、日本に接近しようとしても、空と海の2方面を突破しなければならないからです。忍者横流だったら、海から近づく敵を即発見し、防衛体制を整えることが可能になるのです。言葉を変えると、潜水艦というのは、自分たちが見えない場所に潜んでいる見えない敵なのです。これほど、恐ろしい存在はないでしょう。評判の高い潜水艦を無視はできなかったのでしょうね。中国メディアが横流について書いた記事があるので、紹介してみます。気になることも取り上げているようです。無料で利用できるニュースアプリ今日頭上の19日の記事です。日本の三菱重工神戸造船所で10月4日、新造潜水艦の命名式及び進水式が行われた。潜水艦の名前覇王竜といい、そう、竜型潜水艦の11番艦である。特筆すべきは、この潜水艦は世界で初めてリチウムイオン電池を搭載した軍用潜水艦ということである。リチウムイオン電池を搭載した日本の潜水艦は多くのメリットがある。どうして我が中国はリチウムイオン電池を採用しないのだろう。今まで製造された総流型潜水艦には鉛電池とスターリングエンジンを併用していたが、新たにリチウムイオン電池を搭載したことで、水中持続力などがかなりアップしたとみられる。日本は近年、軍事拡張の傾向があるが、未だにアメリカの制限を受け、平和憲法にも縛られてはいるが、軍備も拡大しつつあるという内容でした。また、この記事では、リチウムイオン電池についても漏れなく説明しています。リチウムイオン電池の発明に関しては、日本人の吉野彰氏が、2019年、令和元年ノーベル化学賞を受賞したことでも記憶している方もいらっしゃるでしょう。今や、電気自動車にも多数使用されている、リチウムイオン電池。蓄電量は、常乾電池の3倍とも言われていますから、充電に時間をかけられない潜水艦に搭載するというのは、効率的ですね。従来用に充電のために浮上する必要がないのですから、潜水可能時間が長くなるわけです。そして、機関部の音が静かですから、敵に気づかれにくいという良いメリットもあります。だからこそ、なぜこんなに便利なのに、中国は採用しないのかという疑問が出てくるのだという分析もあったようです。前述の今日、頭上の記事によると、中国で採用しない理由は、リチウムイオン電池には、重大なデメリット発火しやすいがあるからということです。確かに、リチウムイオン電池を使っている、スマホやノートパソコンから、火が出たという絵事故があったことは事実です。海底で活動する潜水艦で、火災があったら、即命に関わる重大事故ですから、それを危惧して、リチウムイオン電池を使用しないというのも理解できます。潜水艦用リチウムイオン電池については、実際、予算を含め、様々な課題があるので、長い間採用が見送られてきたという経緯があります。しかし、発火などのリスクに関する安全性はかなり前から確認されていました。でも使おうとしなかったということは、問題は中国が作るリチウムイオン電池にあるということでしょう。
中国の別のメディアも、保留派、15年進んでいると言われるが、致命的な欠点があると述べています。実は、リチウムイオン電池は、世界中の携帯電話や電気自動車に採用されていますが、その多くは日本製と言われているのです。従来の鉛蓄電池からリチウムイオン電池に変えることで、潜水艦は長期間の潜航が可能になり、メンテナンスが容易になり、エンジン音も静かで、艦自体の隠密性が高くなるなど、メリットが増えわけです。改めて言うまでもありませんが、潜水艦にとっての最重要ポイントは、敵に発見されないことです。潜水艦を確認する方法の一つが、ソナーマンによる機体音の捕捉なのですが、機体から発せられる音が静かであればあるほど、見つかる確率が低くなりますよね。結論、リチウムイオン電池が潜水艦音を小さくしてくれるのです。記事は、こういった多くのメリットを認めた上で、リチウムイオン電池には致命的な欠点があると指摘しているわけです。その致命的欠点が過充電状態だと発火する恐れがあるということです。万が一火災が発生すれば、どんなに高性能な潜水艦だとしても無意味です。脇道にそれますが、中国共産党局は、インターネットニュース情報源機関のリストを交付し、ネットを通じてニュースを配信できるのは、指定されたメディアに限るので、これ以外から発信されたニュースを記載すると、法で罰すると言っています。ですから、これ以外のニュース報道機関は、指定されたメディアから連載するしかないので、ニュースの独自性は、徐々に失われていくことになります。そういったメディア統制のある中国だからこそ、国民は記事を絶対的に信用してしまうのかもしれませんね。日本メディアには他人事ではなく、他山の石と考えてほしいものです。